フリードリヒ三世、フリードリヒ本ヘッセンカッセルは、ヘッセンカッセル疱白家の講師。ヘッセンカッセルルン疱白の称号を有し、フリードリヒ三世とも呼ばれる。ヘッセン化粧家の中で、現在も続く文家、ヘッセンルン家の始祖である。フリードリヒは、ヘッセンカッセル疱白フリードリヒ二世と、その最初の日で、イギリスをジョージ二世の娘であるメアリーとの間に、末息子として生まれた。 1749年に父がカトリックに改修すると母メアリーは夫と絶縁し3人の息子たちを連れてヘッセンカッセル家の領地ハーナウ博領に移ったその後メアリーは妹のデンマークオーヒルイーズの遺児たちを世話するため息子たちと一緒にコッペンハーゲン宮廷で暮らすようになったフリードリヒはコッペンハーゲンとオーフスの王立陸軍士官学校で学び 1769年に、デンマーク軍の不評隊司令官に任官した。1781年、フリードリヒは、時系のカールから、ルンペンハイムの上官と所領を買い取って、ここを居所とし、1788年には、ルンペンハイム宮殿を建設し、さらに同宮殿に、イギリス式庭園を付設した。オランダ政府に出資したフリードリヒは1793年に、 騎兵隊将軍及びマーストリヒトの知事に就任している。フランス軍が1793年にオランダを侵略してきた時、フリードリヒはマーストリヒトを3ヶ月の間敵軍に包囲され、結局は1794年に降伏した。フリードリヒはそのまま隠居し、ルンペンハイム宮殿とカッセルで暮らした。1八百三年に長兄のヘッセンカッセル紅白ビルヘルムは、 ヘッセン選定公に昇格すると、二人の弟たちに、ヘッセン・カッセル紅白の称号を与えた。1821年に、老いの選定公ビルヘルム2世が即位すると、老いと不仲であったフリードリヒは、カッセルを去って、ゴータやハノーファーで寄生を送った。1786年12月2日、ナッサウジン元校カール・ビルヘルムの娘カロリーネ・ポリクセネと結婚し、 八人の指示を設けた。ありがとうございます。